まりのレッピンボイスレッスン。今回は横隔膜のリラックスで声が出しやすくなるです。人は緊張しすぎると指先が冷たくなったり息苦しくなったりします。その原因は浅い呼吸になっているからです。その状態ではしっかり声が出せません。素早く緊張をほぐしてしっかり声が出せるようにしましょう。椅子に座り、姿勢を整える。みぞおちに手を当て、肋骨を確認する。肋骨に沿って手を動かし、みぞおちから5センチくらいのところの骨のカーブを確認する。その部分を軽く中に押し入れる。気持ち悪く感じることもあるので気をつける。そのままお辞儀をする。お腹を膨らまして10回呼吸をする。これだけで緊張がほぐれ、深い呼吸ができるようになり、しっかり声を出すことができるようになります。血流も良くなり、指先の冷たさも解消できます。胃の調子を整えたい時にも有効ですよ。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。